進めて、で公演初めてだったのでちょっと前下がりボブでここ固めて、そうちょっと小顔効果のある感じで。どう？結構最近さいろんな髪型を試してて、長かったからさ、そう試してみてたんだけど、どれが好き？会いたい、ありがとうすごい楽しかった、よかった、ありがとう。うん、そうでもここがねあるからね、一応ショートなんだよね。伸びたら多分、あでもここが伸びるの早いかな、襟足が、そう襟足があるから、なんかこうそうちょっとなんかそうショート感は残しつつ。会いたい、ありがとうございます。おしゃべり会受付所なんで会いに来てくださいはいそうカラコン今日あの初めてのやつ使ってみたのよ。そう結構結構目立つ、目立つというか派手めなカラコンで、だからそう公園ならまあ映えるかなと思ってやってみた。こういうのが撮影だとちょっと印象が強すぎちゃうので、何色って何色か言っても分かんないでしょきっと渡辺直美さんのプロデュースのカラコンのレモネードってやつですね。そう、うん、ハートありがとうございます。でも結構私のなんか自撮りとかはよく漏れたけど、どうだろう、また DMM で見たらちょっと変わるかもしれないな。そう前髪分けてた方が、好きっていう人もいるだろうし。ハートありがとう。眉毛染めてないよ。わかる、長さがねめっちゃそうなんです。だからこう伸びてどうなるかなって感じ。そう眉マスカラ、眉マスカラでもあの私いつもコスプレで使ってる眉のコンシーラーを使ってますね。眉毛はそうあの髪色、明るい眉マスカラをずっと買い忘れてて買ってなくて、だから眉コンシーラーでやってる。うん、なんか意外とボブ似合うのかもしれんね私こういう前下がりボブというか似合いそうだよね。この多分この長さだったら黒髪とかでもなんか垢抜けそう。そうでもさすがにこの明るさハイトーンだと黒くするとあのねハイトーンに戻すのが大変だから、まあ、なかなか戻さないだろうな黒には。見たいけどねこの長さの黒髪は、正直似合うと思うけどそうそうそう、そうちょっと今日そう有馬かなっぽいでしょ、重曹ちゃんっぽいでしょ。そうわかる、思った。
ベレー帽とかかぶったら、ベレー帽多分どっかにあるな、ベレー帽とかかぶったらアリもかなだと思う。ここにね、こうやってポンって、そう、まあもうちょっと長いけどね、かなちゃんは。でもこう前下がりな感じとかはかなり近いよね。かわいい、似合う、ありがとう。ベレー帽どこ置いたっけな、あんまり使ってないんだよね最近。そう、まあ色が全然違うから形だけだけど、これで赤髪だったらかなり近いかな。どうだろう、 DMM 見て動画動いてるのが悪くなかったら結構デフォに近いかもしれんね、この感じは。もしかしたらまあいろいろ試してるんですよ今。結構もともとのショートだと、まあこれはこれで多分可愛いと思うんですけど髪型で言ったら、そう、まあ結構ね前下がりつってもこれでも全然ちょっと長いかな。まあ別に変じゃないでしょ、耳かけてもめっちゃパキパキしてる。ちょっと長いかなぐらい、でもいい感じだ。なんか耳かけても多分いいし、この長さだったらちょっといろいろアレンジもできそう。てか髪色超いいね。そう、あのブリーチでブリーチリタッチをしたので生え際の黒いのがまあなくなったわけですよ。そう、こうやってちょっとこう後ろにやっても多分可愛いと思うし、両耳かけ、両耳かけだともうショートだねこれは。まあちょっとここが余ってるか、こうしたらショートだね。で多分こういうのもできるし、てかカラコン、まあちょっと派手か、さすがにちょっと派手か、案外マッチしてるけどね髪色と。結構ヒナは好きなんだよ、ヒナはこれ好きだけど、でもそう、でもみんなは好きじゃないかなと思っていやなんかあのそう、もうちょっと、もうちょっとなんかなんつうの、もうちょっと落ち着いた感じが好きかなと思って。髪色か、うーん、一応私の考え方で言うとシングルの発売があるじゃないですか、8月に。てかもう今日ちょっと始めるの遅かったね。でシングルのリリース期間みたいなのはそんなに髪型を変えたくないので、なのでジャケ写ベースですね基本的には。ちょっと前髪長いな今これ、もうちょっと巻き合いよかった。そう自撮りして思ったんだよね、目がこうやって上から撮るとすごい前髪が目にかかっちゃってて、そうもうちょっと巻かないとダメかなさすがに。そうそうそう、ジャケットと、まあ、MV とあるか知らんですけどあるか知らんけど、うん、まあ、コンサートの髪型をどうするかとかは決めてないけど、
私結構どのシングルとかでもそうだね。ああれだけは違ったわ。渡り鳥はあれも仕事の都合で染めないこと染めないわけにはいかなかったからあれは普通に撮影日の形で、まあ、黒髪から茶髪になったけど、まあ、でもまあ そんぐらいやん。そうだからジャケ写合わせですね、私的に。なんとなくそうっていうのは決めておるが、まあでも髪色はずっとこんな感じだったんで最近。そうでも思ったよりなんかね、集合写真とかで見ると結構金髪に見えたりするんだよね。だからまあ気に入ってますね今私は普通に金髪ブームというか好きなんで、推しの子もアクアもルビーも金髪だし、そう結構昔から金髪のキャラと金髪と白髪銀白髪ぐらいのキャラクターが好きで、あと黒髪も好きなんだけど、その辺のキャラクターが好きでね。でマジでそう、今までの推しで、そう推しは本当にほとんど白髪か、まあ、ゆりか様とかかなでちゃんとかね。そう黒髪あと、金髪だとマリサとか、アリスとか、あの辺りが好きで、東宝ね。でも時間終わっちゃった。しゃあしゃあ。よいしょ。フランもそう、フランも好きだった。全員金髪はい、ということで今日はもう終わりですね。バイライもね、レベル17いきました。やったー、イエーイ。これで一旦とりあえずまあ間に合ってよかったなと。結構大変でしたけどね。うん、そうそう、今日の昼ぐらいにはなってたかな。そう、明日夜は配信があるそうなので、一応私も出演しますが はい、まあ、よかったらご覧ください。それでは壇上を読みましょう。13位小型の大型さん、12位タムヒロさん、11位市田さん、10位クチチさん、9位米沢二郎さん、8位ケイさん、7位東吾さん、6位突破球さん、5位赤道のターボーさん、4位ゆかおしじいさん、3位ベロさん、2位ヒュリゲタさん、1位まるちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう、ハートもありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ということで、おしゃべり会も現在受付中でございますので、皆さん待ってまーす。このボブだったら来るよっていう人いんのかな。この感じのボブだったら行くよって黒髪だったら行くよとか、黒髪ロングだったら行くよとかいんのかな。黒髪ロングはちょっとむずいかもしれない。もうウィッグ私黒髪ロングあんま持ってないけど。うん。まだ、立ってないか？嘘。15分、立ってないんか？嘘？マジ？あれ？そんなギリだったっけ？そんなギリではなかった気がするが。まあまあまあ。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。明日も多分この感じでいきます。それでは皆さん、今日も一日、お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ、お疲れ様でした。また明日、あ、着いた！おっそ！休み村すいません。そんなつもりはなかったんですけど。バイバーイ。